気がついたかい？ここ。狭間の世界とでも言っておこうか。どうせ君に理解はできないし、説明しても僕が面白くない。何者だ？それが重要なことかな。自分は誰なのか覚えている？俺はまあ上りたまえ。ただし気をつけたまえよ。もしここから落ちてしまえば無に帰るだけさ。そうだ、いいぞ。自分が何者であるかよりも君には先に進まなければならないゆえんがある。たとえそれを忘れていても君の中の炎は消えてはいない。その調子だよ、アスラ。アスラ、こやつらがこの地にあふれし浮上、ゴーマどもよ。見事打ち取ってみせい。攻撃を食らってみろ。
らってみろ。何をしておる。群馬ランカ、何をしておる。群馬ランカ。何をしておる。群馬ランカ。調子だ。やるではないか。調子が出てきたか。だが暴れるだけなら一人でもできる。相手の出方に合わせて反撃してみせろ。敵に囲まれようとも惑わされるな。一匹ずつ狙いを定めるのだ。そうだ、他の敵にも注視してみろ。そうだ、その調子だ。やるではないか。拳は接近戦だけだと誰が決めた。叩き落としてやれ。少し稽古をつけてやろう。これを撃ち落としてみせ。高ぶってきよったわ。その力量、我が直接確かめてやろう。限界を超えて入れてみてみせ。
調からが判断よ。貴様の本気を見せてみせい。それでこそアスラよ。俺の名はアスラ。そう、それが君の名さ、アスラ。逆と破壊しアスラ滅滅。殺された。まさかアスラ様が反逆神王が反逆者。アスラ殿ご乱心。反逆反逆だ。反逆者弱者アスラは打ち滅ぼされた。ゼウスは世界を救うと言っているけれど、それでいいのかい？その犠牲になって。
こんなところで死んでいる場合じゃ。やめろ。え？どうした？気に障ったかい？お前じゃない。僕じゃない。泣き声か？泣き声？何も聞こえるはずはないよ。この狭間の世界ではね。君の生きる世界だよ。そうそう、時間は1万2000年ほど経っている。君たち神にとっては大した時間じゃないだろう。世界を救うだと？ただの地獄だ。
アスラが目覚めたのは彼が死した時より1万2千年もの歳月が過ぎた時代。しかし変わらず世にはびこるゴーマ、ゴーマが人々を襲い、その命を奪い始めた時、かつての八神将ワイゼンが兵を率いて現れた。